はい、今ですね、どこにいるかっていうとモンゴルの首都のウランバートルにいます。ウランバートル、本日日付は2016年平成28年の10月の16日日曜日でございます。今ホテルにいるんですけども、どちらのホテルにいるかというとウランバートル市内にあるフラワーホテルという日系のホテル、宿泊してます。日本の企業、まあ、合弁会社なんですけどね、が経営しているということで、まあ、多くのお客様は日本人のお客様、そして、日本の旅行会社がよく使用するホテルとしても有名でございます。まあ、もちろん他の、ね、国々の方々もいるんですけど、ここは何がいいかというとお風呂があるということです。なので、まあ、異国の地に来て、ね、疲れを取るっていうお風呂ってすごくいいと思うんですけど、お風呂のサウナがあります。そして日本食や、中華料理、他にもう一個料理、レストランがあってカラオケ場もあります。設備も整っててですね、まあ、スタッフ、日本の、企業を経営しているので、教育も行き届いてます。だからね、満足のいく滞在はできると思います。一応星の数でいうと3つみたいなんですけど、まあすごくいい感じのねホテルでございます。で、今いるホテルのお部屋で306号室で今いるんですけど、結構広いです。ツインの部屋、まあ今1人でシングルユースで使ってるんですけど、まあこんな感じね、まあ、ベッドが2つあります。で、ここに椅子がありますので、何か作業するパソコンとか使う方とかね、まあ、こちらのデスクなんかも利用するといいと思います。で、そちらに液晶のテレビがありまして、で、ミニバーということで、こんな感じです。一応これ有料です。水が無料かと思ったら水も有料でした。で、一応こっちです。洗面所、一応バスタブついてます。ただ1階にね、お風呂がありますので、ぜひ皆さんそのお風呂を利用していただければと思います。ではこんな感じです。まあなかなかいいホテルなので皆さんにお勧めいたします。